コアラの街。いちご、いちごにしよう。いちご？いちご今日。いちご今日？今日いちご。今日いちご？こんばんは。こんばんは。うわ、お茶欲しかった。やっぱりなんかあるよ、立ってるの。ん？ネックポーチ使う？うん、大丈夫。やばいんだけど。すごい。なんで？何個入ってるの味？6。めっちゃいいやん。顔サイズ。こんばんは。こんばんは。またありがとう。ありがとう。やばい。キンデミーの大好き。いる？欲しい。何味があるんだろう。めっちゃフルーツパンチ味とか初めて食べる。好きなだけ食べて。一番上にあるの。なんだろう、あ、ぶどう。あ、定番だ。いただきます。ありがとう、紙。キラキラ。ありがとう。音符もありがとう。低いね。価格？うん。不安定。けやばいね。うん、こんな硬かったっけ。いや、もっと寒いからかな。関係あるかな。うん、この辺硬くないね。めっちゃなんかいつもより硬い気がした。ちゃんとありがとう、ペンライトありがとう。だから顎弱ったのかと思った。これ美味しい。この濃いピンクみたいな。これこれこれ、フルーツパンチ。フルーツパンチって何？面白い。あと、ありがとう。こんばんは。うん、寒いからだよね。そうだよね。え、そうだよね。エナジーソーダとかある。うん、エナジードリンク大好き。仕事から帰宅中、寒くて泣いてます。ありがとう、タオル。マジで寒い今日。ね、やばいよね。なのに雪降ってほしいとか言おうもん、くるみちゃん。私はね、雪好きだから。でも大変な方もいるから。なんかちっちゃい雪だるま作ってる。うん、そう、作ったんだけど、うん、どっか行っちゃった。写真撮ってないの？うん、撮れなかった。うん、なんかだんだんこうなってたんだけど、こうなってたの。ちっちゃくなって、うん、こうなってた。なるほどね。取れなかったな。うん、取ろうとしてるから取ってたのかと思った。ありがとう。みんなに見せたかった。ありがとう、可愛かった。神、ありがとう。音符もありがとう。ガムじゃないよ、グミだよ。硬いね。うん、やっぱ硬いよね。うん、なんか違う。で、寒すぎるじゃない。ありがとう、キラキラ。こんばんは。この安定にブルー味がめっちゃ美味しいよね。あ、ブラ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 。こんばんはです。暖房ついてる？つけたけどついてない。こんばんは。あ、俺これね、めっちゃ冷たい。めっちゃ冷たいじゃない、めっちゃ硬い。痛いね。家着いた。おかえり。風量上げていい？今日もゆうねがお世話になっております。二人から来た。逆だよ。ゆうねがお世話してる。ありがとう。まあ、じゃーん。まあ、お友達。ありがとう。かわいい。メイクしてる。
え、かわいい。全味食べたい。食べたい味だったら言ってね。うん、ありがとう。365種類もあるんだって。さあ何と出会えるでしょうか。毎日食べれるようにみたいな、そういうこと。スーパートリプルラッキーコアラ、なになに、スーパートリプルラッキーコアラ出会いたいんだけど。かわいい。スーパーハートありがとう、キラキラありがとう、レインボーストアもありがとう。スポーツドリンク味めっちゃ美味しいスポーツドリンク味とかの、え、食べたいこれ。めっちゃ勧めてくれるやん。なにこれ、うん、これうん、めっちゃ美味しい。見てスーパー、全然ショールーム画面映ってる。やっほー、そもそもな、え、嘘でしょ、これよりくるみちゃん何飲んでるの。緑茶。あ、やばい、倒れる。待って、グミ食べた後にコアラの町食べたくない。え、ごめんなんかごめん全然いいんだよ。タミありがとう。うん、ナオミちゃんね、そう、カミミ好きやけど、なんかじゃ、ゆめちゃんはいつも、もうめっちゃ硬いグミしか食べてない。うん、なんかふにゃふにゃのグミ食べてない。え、でも私柔らかいの好き。これも買った。おお、柔らかい、柔らかい、ポイフル、うん、口休み。見て、ポイフルと比べたら粉のデカさがわかる。ほら、もうわかんない。え、実物見てるからね。でさ、これ大きい、でもめっちゃ大きい、ね、コーラのマッチと比べたら。あ、そうね、まま大きいよ、ほら。おお、うん、ちょっとあれ、これコーラのマッチぐらいの大きさがある。顎鍛えてるの。そう、ゆねちゃんは基本顎鍛えてる。そう、でもなんかエラが腫れって言われて、親にエラ腫れからやめなみたいな言われるやめられない。こんばんは。ポイフルも好き。でもポイフル美味しくない。うん、ちっちゃい頃めっちゃ食べてた。ハート見つけたら一旦しまうの。なんで？あー、分かるの。一番最後に食べるのハート。分かる。ちっちゃい頃そんなんしたくない？うん。ハートが出たら ラッキーな日だと本気で信じてた。いいじゃん。こんばんは。いいことだよ。めっちゃいい匂いする。え、こんなさ、外側もピンクだったっけ？ヌパーラの味、いちご味食べんかも。え、外側ピンクだっけ？初めて見たかもしれない。嘘でしょ。え、ほんとほんと。え、外側もピンク、ずっとピンク。え、もうプレーン、プレーンって言ったか今。普通のチョコしか食べない。めっちゃピンクじゃない。うん、ほんとね。これ、ああ、これはちなみに、もう何、あ、泣いてる、かわいそう、パン食べてないのティッシュ下にあって涙もらう泣いてる。ハートありがとう。いただきます。やった、ありがとう。え、パブちゃんだ、かわいい。ふまちゃんありがとう、ありがとう、ありがとう。なんかよだれ垂らしてる子かわいい、かわいい。キラキラありがとう。眉毛ある子いるの。キラキラありがとう。え、眉毛ってコアラないもんな。え、顔だけだ。え、顔だけいる。顔長そこ、あ、こっちだもんね。普通こっちじゃないよね、こっちだよね。え、そんなことある？ほら、ん、ほら、こうじゃない普通。おお、こうなってる。確かに。伝わる？伝わった。こう、これだけどこうなってる。指ハートしてるから指ハートしてくれ。
いいね。めっちゃ何やってるの。コアラのマジ食べて。おっとっと食べたことあるよ。おっとっと美味しいよね。おっとっと大好き。え、なんかさ、ここ最近トーク会の時、おっとっとの美味しさ、おっとっとを、そう、2年ぶりは持った。半年ぶりぐらいに食べて、おっとっとってこんな美味しかったっけって感動した。私あれ、ホームパイが好きだよね。うん、もうなんかケータリングで好きになった。いつも食べてるもん、ホームパイ。こんばんは。そう、ホームパイはあったら絶対。ありがとう。何やったらハッピーターンかも。割とケータリングであったら絶対食べちゃうの。ハッピーターン、ああハッピーターン、はい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 。なんかさ、ハッピーターン買わないけど、買わないけど 1,2 個食べる分には超うまくない？うんうんうん。こんばんは。私はなんか見たことないのは食べる。見たことないのを食べてる。わかるわかるわかる。それはでも共有だからね、うん、全共有で、ケータリングの美味しい情報、うん、これ美味しいよ。わかる。6人の意見をねちゃんと聞くもんね、みんな。うん、本当ありがとう。飛行機に乗ってる。お、飛行機に乗ってるってどういうこと？コアラのマーチ。あキラキラ、ありがとう。こんばんは。福井カニや。うん、すごい。福井言ってたよね、先輩。かわいい。キラキラ、ありがとう。いいな、カニ食べた。うん、昨日食べたの？一緒だね。みんなのとこ雪大丈夫だったのかな？パワー本当にパワー。ん？パワー。ね、パワーだ。こんばんは。うん、くまちゃんのセリム、ありがとう。ありがとう。カルシウムって何にいいの？骨。骨？うん、でも骨折したことないねん。ある、ある。骨折したことないんだよね、私。ありがとう、セリム。骨折ギリギリみたいなの折れそうだったけど折れんかったねってこと？そう、なんかセーフみたいな。こけてとかじゃないの、全部。めっちゃかわいい、ありがとう。それがえな、病院行ったら折れるとこれだってよってこと？もうちょっとで骨だ。もうある、本当にある。嘘つけ。話聞いたらあへーってなると思う、本当にね。神、ありがとう。キラキラ、ありがとう。でも骨折なんて折れるか折れんか。骨折ってか、なんか骨までみたいな、もうちょっとみたいな怪我。へえ、怖いよね。怖。夏休み3日目ぐらいで、小学生の頃に骨折して地獄じゃない一生遊べんかった、夏休み。よっしゃ、うん、遊ぼうって言ってさ、そう、足夏休み動けない感じのやつ。そう、松葉杖いるやつ。松葉杖つききらんくてさ、一生キュンキュンで過ごしてた。なんかもう片方の足もすきやん、もうパンパンすごっ。神、ありがとう。そうだけんさ、全然遊べんかった、夏休み。うん、え、いつの話？小学生、小学校何年生だろう。え、遊びたい時じゃん。そう、だけどなんか3日目ぐらいに、なんか初遊びみたいな、夏休み。勢いで折れた。笑っていいやつ。いいよ、笑っていい。そう、もう笑っていいよ、小学生の頃。神、ありがとう。だって夏休み行って、それもちゃんと1ヶ月ぐらいかけてさ、うん、新学期には治ってた、だから。うん、まあそれは良かったね。うん。
あ、こんばんは。大事だよ、見て。推し。え、今なんか推しキャンペーンやってる。可愛い。辛かった。いっぱい振ってね。骨折したことない。骨強いかも。え、突き指とか守りたい、その笑顔ありがとう。突き指なんかさ、ないクラスマッチのバスケとかでない。一回クラスマッチで突き指したことある。突き指か。ゆきありがとう、タオルありがとう、ハート、髪ありがとう。だから骨折がの痛さが分かんない私。え、覚えてはないの。ありがとう、クマ。今は髪ありがとう。え、突き指もない。え、健康だね。あんだけ細かったらどこ折れててもおかしくなかろうね。どういうこと？関係ある、うん、ありがとう、キラキラ。夏バズ、子供の頃ちょっとだけ憧れた。わかる、私も憧れてた。え、わかる。やったことないから。夏バズ持って学校来る人たまにヒーローやったりするよね。リンゴさんありがとう。何、付き切られた。絶好のチャンスやったのに。夏バズのチャンスやったのに。なんかヒーローっていうか、なんか貸して貸してみたいな。ちょ、なんか、いいなって思った。なんか貸して貸してみたいな、なんかなかった。言ってる人いたね。うん、小学生ぐらいの時やけど。今は骨折ね。捻挫もないかも。え、すごいね。なんか一回ダンスしてる時になっ なった。でもちゃんとなんかそんなめっちゃ大ごとじゃなかった。 SK 入ってからもない。うん、もうすごいね。なんか捻挫とかでしょ、病院行くほどのはない。すごいね、健康だね。こんばんは。靴に入ってる、かわいい。足首ぐきってよくなるよ。私この前はなった。足首ぐきって。足首ぐきって。ああ、なる。それからさ、捻挫までいかんければ大丈夫やろ。うん、そう。ならなかった。全然痛くない。うん、わかるわかるわかる。こんばんは。それで、ね、それで捻挫までいったらアウトよね。うん、怖いよね。ぐきってなったから。うん、ありがとうございます。危なってなった。リンゴさんありがとう。やばい、食べても食べても減らないって幸せ。いいこと。でもさ、なんか足首とかってさ、なんか繰り返すって言うじゃん、うん、だから絶対に怪我したくない。うん、分かんないけどね、何があるか。うん、ありがとう、ハート、ありがとう。柔軟大事。大事よね。この前ラジオ体操したよ。いつだったかな。え、本当に初期の最初の時の名古屋ガールズの時。名古屋ガールズ蒸した。やったよね、みんなで。未完全映ってたんじゃない？映ってた、ちょっと映ってた気がする。覚えてない。この前も、この前はラジオ体操第2位した。第2位した。みんなはさ、若いから記憶あるかもしれないけど、今はもう記憶にない。わかんない。ラジオ体操。え、見ながらやったよ、さすがに。ね、こんなんあったっけって。
最近してなかったから、うん、第一したんだっけ、うん、どっちか やり慣れてない方したラジオ体操しようって言いがちよね。ラジオ体操しておけば完璧じゃんだって、うん、完璧じゃない。でもゆうねがそれに乗らない時あるよね、うん、全然乗ってくれない時あるよ。乗らずに急にストレッチ始めるよね、うん、映ってたって、うん、映ってた、記憶ある。半分は乗んない気がする。くるみちゃんのラジオ体操しよう、なんか私が勝手にラジオ体操しようって言って終わってる悲しい。うん、ストレッチでいいよってまたありがとう。でもそう、この前はやった。ね、映ってたよね、みかん。じゃ難しい、みかん、ね、みかんが、まあ、ありがとう。ラジオ体操するように言うねって、ゆうねちゃんの方が言ってる。よろしく言っといて絶対やって、乗りやって言っといてねありがとう。ここはお願いします。神ありがとう。急に言い出すよ、眠れた、ありがとう。急に言ってないよ、なんかレッスンの前か後に言ってる私そう、後ってあれじゃない、レッスン終わってさ、よしラジオ体操しようなんていうの、ああいうのってな、運動後のクーリングオフみたいな、スク、うん、なんそう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 、ストレッチ終わったのね、そうそうそう、クールダウン、クールダウン、それそれそれ大事じゃない、大事よね、大事だよね。そう、クールダウンでラジオ体操、うん、ラジオ体操しとけばだって絶対完璧だもん。ふーんって言って座り出すよね、うん、座ってストレッチするし、うん、いいよってこの前言ってた、言ったっけ、うん、こんばんは。クーリングオフは違うわ。ありがとう、ペンライト。ここはもうありがとう。ペラペラありがとう。お茶を飲みたいけど、お茶をここに、お茶に立てかけてる。こんばんは。キラキラ、ありがとう。今日前髪、なんか濡れ、なんか今日めっちゃなんか濡れ感あるなと思って、言い方で変えたら濡れ感あるなと思って、なんかすごい束になってきたからさ。何おしゃれにしてんの。違う、なんだろうと思って、雪だった雪に濡れてたから、巻いてたのも取れちゃった。ありがとう。やばい、お茶を飲めば飲むほど軽くなっていっちゃうオッケーオッケーオッケー。あと30分、7時半にきっちりでやめますね。ありがとう。手紙25分ぐらいの方がいいんじゃない。そうだね、25分ぐらいまでします。ラジオ体操ってダンス第3 第3もあるんだ。え、第2までしか知らん。私も知らない。第3静電気大変じゃない。ありがとう。ん、静電気大変だよ。ビリ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 言ってるよ最近ずっと。髪長いけんね、関係ない。ビリ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 言ってる。なんかありがとう。だから今くるみに近づいたらビリビリ言うと思う。ハートありがとう。こんばんは。うん、乾電池できる。えい。またやりたいね、どっかで。ね、いつやれるかな。やっぱ11周年ライブじゃない？次が。
違うよ、11期だよ。キョッピー言ってるじゃん。え、違う違う違う、次に披露するのが。そうだよ。バリトンだよ。あと今2年、次もうちょっと2年だから。誰も覚えてない。9年後ありがとう。フルでしたいよね、その時は。そうだよ、フルだよ。フルしかしたことないもんね。うん、フルフルで11周年ライブ、11期の11周年ライブでフル、乾電池フルだから、みんな見に来てね、よろしく、待ってる。乾電池フルでも、うん、そうだよ。あと何やる？今回の11期と12期の曲もやる、うん、やって、やっぱニューエイジャーもやる、うん、大事。確かにニューエイジャー6人おりめんだもんね。うん、あと何する？何する？何が好き？別に全然自分が、自分らオリメンじゃなくて、何やりたい？天使の尻尾で風船を持ちたい、私は。あー、いいね、うん、そうやって、ユニットも、ね、確かに、でもワンチャンさ、ソロでもいけるくない？だって6人でしょ。確かに、でもさ、ユニット別に3曲なんか222にしたらさ、普通だと3曲じゃん。けど別にさ、何でもいいもんね、もう組み合わせ変えてね、組み合わせ変えてさ、ね、21312とかでもいいもんね。うん、ね、いいもんね。え、めっちゃいいじゃん。何する？何がいいと思う？瀬戸利香だよ。何がいいかな、ユニット何がいいかな。うわ、何したいかな。何がいいだろう。でもなんかさ、クルリーナでなんかもともと中学生だったコンビでなんかやってほしい。2人でだったら多分キョッピーとアンちゃんっていうのは泣く。あの2人が大きくなった。泣いてくれるの？うん。2人って何あるかな。ありがとう。2人あら、ありがとう。何がいいかな。だってないくつだ、クルリーナが11周年、いくつで入ったっけ。14か、23と14で入ってるから、ね、25? 24、25くらい、20、うん、そんぐらいだね。若っ。23、24、25、24。あ、手もでも涙あり、うわっ、それでいこう。手もでも涙大好き、こんなに痛くても大好き。衣装も可愛いもんね。ね、いつか着てみたい。あれ、くるみちゃんが水色ベースの方かな。あ、水色ベースと白ベースだよね。うん、勝手にね、あの衣装の振り分けまで決めちゃう。めっちゃいいやん。いや、水色だな。水色、うん、じゃあ水色着させてもらう。リーナ白だな。こんばんは。あと何がいいかな。私はでもシアターの女神公演を昨日見たところだから、あの寡黙な月を誰か歌ってほしい。寡黙な月、あれなんだっけ、違う、夜風を誰か歌ってほしい。あんちゃんやってたよ、ツアーで。あ、じゃあ、あのめっちゃ上手かった。あのまたちょっと、まあ、みんな見たいと思うから、あんちゃんの話と。どこのツアーでやってたっけな、モンサージショーとか。そうか、なんか、あ、生意気リップスあり。うわ、いいね。あり。でも、でも勝っちゃうかも、ごめん。でも生意気、ね、うん、いや、私らじゃないね、多分。あずきょぴだな。うん。なんかそっちの方が似合いそう。あと何ある？2人のユニットって何ある？その流れでいくというのは、さくらちゃんと鬼かわいいユニット2人でやりたい。何がいいかな、何があるかな、何でもいいよね。2人にしたらいいもんね、うん、3人とかでもいいもんね。そう、2人にすりゃいい。ごめん、そういうの嫌なファンの人がいたらごめん。ごめん、まあ今なんか想像だから。なんだろうな。なんか、あの微笑みポジティブシンキングみたいな、なんか白い感じの衣装のやつを着てほしい。なんかいいね、そっち系がいい。そっち系もなんか知らない？みんな。禁じられた2人、どっちがどっちする？どうなの？なんか、なんていう説明したらいいんだろう。いや、なんないかも。さ、まなざしさよなら。聞いたことある。禁じられた2人、あれだよね、振り込んでやってたよね。めっちゃ面白かった。なんか、S でさ、なんか、
マリーさんとミクルさんでしてた時に、あああれね、そうご飯誘ってたやつ、めっちゃ面白かった、笑っちゃった私。こんばんは神、ありがとう、こんばんは。ハートの独占権、あ、あり、あの衣装可愛いよね、あのハートついてるやつだよね、うん、あれ着たい、可愛いよね、わがままな流れ星かわいいね、おー、これちょっと見てみて、教えてくださいだ、重心のない B の24、くるみちゃん25、しっかりと26、あんた27、私何 20?5、 おー、31、いけるって、いけるよね、ゆぬちゃんのファンの方、31だよ、これで31絶対いける、これで31じゃない、これは22ないこのままいった31は絶対いける、最高記録ってことでよろしく。あ、最年長と最年少で隣のバナナ、あーいいね、最年長と最年少もあり、まあいいね、むずいね、瀬戸り決めるのってむずいね、でもアンコール1曲目とかってめっちゃ大事よね、あ大事、あ何がいいかな、アンコール1曲目やっぱこれ大事じゃない、あでもあれやりたいな、やっぱ乾電中じゃない違うあれ、あでも今ね名前出てない、何何何、超世代のアンコール最後のやつ、名前出てこん、あの一期生の曲、あ神々の領域、うん、あーよくない、かっこいい、やりたくない、好きなんだよね、結構くない、本編最後とか、いや本編最後、オレンジのバス歌いたい、わいいね、オレンジのバス歌いたい、2番歌いたいかも、いい曲すぎて、1番じゃなくて、うん、やっぱ今歌ってたのと違う、11年歌ったのは違うし、みんな泣くから、立場がさ、立場なんていうの、なんか今は後輩側の立場じゃん、うん、11年後とか絶対先輩側の立場になってる、それな、なんかさ、しかもさ泣いたって言ってた人いっぱいいたじゃん、うんうんうん、え、プールもありじゃない、プールも泣けるよ、泣ける、プールいいよね、フィギュアで千秋楽のプールよかった、よかったね、自分だけ誰からの感想も来てないじゃない、よかったね、何も触れてない、みんなコメントででもまだ追いついてないよねまだ神々の領域よ、みんなまあでもオレンジのバスいいね、どこに持ってくるそれ、本編ラスト、本編ラストか、アンコールラスト、どっちか多すぎん、やっぱでも一番最後はアンコールの一番最後は笑って終わりたいよね、いやわかる、オレンジのバスは泣いちゃう、そうだね、うん、一旦ちょっとね泣いて終わるのはちょっとうち、あの樹液っぽくない、っぽくないよね、うん、何する、でもオレンジのバスはどっか入れたいね、うん、マジでいい曲すぎて、あーありがとう、この前ももう一回聴いた、わかる、いい歌マジで、それこそさ、まあ、研究生衣装で歌うのもありじゃない、オレンジのバスとか、あこの前来たね、この色のね、なくなるじゃん、そうだね、ありがとう、ありがとう、キラキラ、キラキラありがとう、あーハートありがとう、うわーあと何がやりたいかな、やっぱ三河じゃない、だってオーディション曲だよ、あ三河はでも大好き、やっぱオーディション曲だからさ、それこそ客席ってやりたい、えあれあれしたい、なんて言うんだっけ、花道じゃない、あの客席歩くのね、やりたい、あれやりたい、出れなかったじゃん、あれ三河やってんの、周年で、うんやった、出れなかったの、出た、え違う、キスキキで出て参加は出てない、あそうだね、うんうんうん、重機全員ね、そうそう着替え神ありがとう、ハンドありがとう、練り歩き、それだ、やりたいね、え練り歩きしたい、参加で練り歩きしたい、外資だよね、どこでやるって外資外資で夢は大きくね、夢大きそうだね、うん、まあ、もう一回立ってみたいよね、もう一回立ってみたいよね、こんばんは、マジで感動したもん、返し、あ、金木犀みたい、金木犀
そう、出れなかったもんね。そう、私とりなちゃん出れなかったの。金木犀やりたい。マジで感動した。オレンジ伸ばすと金木犀だよな。迷う。迷う、ね。迷っちゃう。それは。迷う、ね。オレンジ伸ばすってみんなオレンジするのかな。オレンジだっけ。いや違うかったけど。あの時はもうね必死だった。そうね。あの期間の記憶が割と抜けてるよね。オレンジの、え、わかんないわかんない。でも金木犀はみんななんか SK のさ、あれじゃない、分かる分かる、暗黙の了解じゃない、分かる分かる、みんなオレンジなの。あのあれの時めっちゃ綺麗だったよね。初めてフェスティバルに冬コンだ、冬コン、冬コンのさ、あ、チームインのリクアワーの時金木犀してた時ね、うん、みんなオレンジにしててってなった。あ、オレンジのバスもオレンジになるんだって。オレンジのバスで。え、天才すぎる人がいる。なんで？昼と夜で分ければって。あ、なるほどね。か、2日だね。ね、予定合う人と合わない人がいるかもしれないから。11周年ライブするってなったら何月になるんだ ?3 月？それとも4月？お披露目じゃない？だから4月じゃない？違う、4月か、分かんないけど。神ありがとう。やっちゃう、やっちゃう、やっちゃう、全然やりたいよ。おひさん、おひさんありがとう、来てくれて。3月3日で、そうオーディションの合格発表は4月5日らしい。4月5日覚えて、3月3日だったっけ。うん、ひな祭りの日だった。うん、え、みんな何見たい、何がいいかな。え、楽しい、瀬取り考えるの、何もないけど、やっぱ目標じゃん、みたいな、目標じゃん。目標やりたいじゃん、やりたいよね、うん、金土に近い際。なるほどね、なるほどね。あ、野外、野外、野外か、なるほどね。その手もあったね。なるほどね。雨降ったら、でもそれはいい思い出、それはそれで。うん、でも4月だからね、春だからね、ちょっと花粉がなんかそういう野外でやるとこ花粉が、花粉いっぱいとかじゃなくない？ちょっと花粉症だから外資してもらって、うん、ちょっと花粉がきついんで。え、6人姉妹やろうよ。6人姉妹なら10、まあ、いいね、2倍にして12人姉妹とかにしようよ。6人姉妹で12個にしよう、1人2個。いいね、ありがとう神。え、全国ツアーやっちゃう。いいね、夢は大きく。福岡みんなで行きたい。え、行きたい行きたい。え、じゃあさ、みんなのところがいいね。ね、確かに。愛知、奈良、兵庫、福岡。いいね。どう？いいね。よくない？いい、めっちゃいい。ありがとう、キラキラ。妄想がすごい膨らんでいってる。ね。まあ、ストリック決まってないよ。あ、決めなきゃ。それこそさ、ニューエイジャー乾電池。うん。今回の研究成局、うん、とかはさ、そのメドレーにしてもありじゃない。あ、いいね。やっぱちょっとなんか懐かしのみたいな、そうそうそう、思い出の曲、うんうんうん、11期の思い出の曲。まだ聞いてもないね、みんな曲の話をね。こんばんは、ちゃんとありがとう。何がいいかな。え、あれしたい、あれしたい、動物園、雨の動物園したい。あ、いいね。31やけど大丈夫。31とキュッピー何歳？ 28。 ああ、いけるいける。え、あれ何人だっけ、雨の動物園。7人、まあ、6人でもいいですね。6人バージョン作って、うん、それセンターはリーナだね、やっぱ。うん、やっぱね、うん、やったことあるしね、うん、それでみんながエモいってなるの。確かに。そう、やっぱエモい
エモいエモいゾーン作りたいよね。そうエモいポイントは多めがいい。自分たちもやっぱりちょっとうるうるしちゃうから。ネタレインボースター。でもなんか制服着たいよね。もうあ逆に逆に制服コーナーみたいな。いいね。なんかそれこそニューエイジャーの、あいいね、制服をニューエイジャーのとかのゾーンを制服。そう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 。でもみんな制服じゃないからさ、今のユネの気持ちが分かるよきっと。元気だからね。ありがとう。あ、放課後レースとかいいね。あ、やったもんね。懐かしいね。それか、1回目の名古屋ガールズの瀬戸りをそのまま持ってくるか。いえ、さすがにだってもう感づいちゃうじゃん、途中で。え、もう感づくからいいんだよ、うん、って何初めてのパレオ、パレオ出てこ、パレオ順番が分かんないけど、放課後レース、チャイラブ、パレオ無意識、チャイラブ無意識、順番が分かんない。何で終わったっけ。無意識で終わったのは終わった。うん、でパレオでは始まった。うん、始まった。うん、パレオチャイラブとかじゃなかった。なんか僕ない、チャイラブ 3,4 番目だった気がする。野菜シスターズ、野菜シスターズやりたいんだけど。大好きなんだけど、結局何がいいかな。何ある、キャベツとかほうれん草。野菜シスターズ大好き。ハミハタ、ありがとう。やれしたい。ディスコ保健室の。ディスコ保健室、ディスコ保健室、楽しくない。楽しくない、なんか楽しい楽しい楽しい。はっちゃけれるもんね。うん、なんかコップやりたいね。コップの中のコマよりね。あれでもやっちゃめっちゃ苦戦した。いやマジめっちゃ難しい、ね、難かったよね。えソロコーナーもあり。パレオ、チャイラブ、コップ、すごい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 、ありがとう。野菜のかぶり物したいね。野菜シスターズ大好き。めっちゃありじゃない、よくない。家なの地元の友達も好きですごいじゃん。そう、この前カラオ年末年始会った時にカラオケ行ったんだけど、野菜シスターズ歌ってた友達がカラオケで歌うやつなんだ。そうそう、カラオケで歌ってた。すごい、やけありがとう。すごい、めっちゃ食べてんのに減ってない。あー子犬ね。なんかさ、周年の公演でやったから子犬って12期イメージついてるのかなって思ったけど、そんなことないのかな。どうなんだろう。どうなんだろう。でもミヤのオープニングの衣装好き。うん、恋の踏み切りあり。好きな方多いよね、うん、私も好き、うん、何がいいんだろう。でもあと10、あと9年あるからさ、大概シングルが出る。あ、そうだね、うん、確かにシングルがだからカップリング曲も増えるもんね、うん。さあこれからどんな曲がと出会うのでしょうか。どうなってんだろうね。ね。ちょっと5年後の今日聞きたい。5年後の5年でいいの？一旦5年後、今から5年後の、うん、今日今日なの？今日今何してるか知りたい。どうする？ただのオフやったらそんなもわからない。わかんない。5年後の自分が想像できなくて。何歳5年後って21。もう21。今の言うねぐらい。うん、そうだね、こんな感じかも。ね、大して変わってない場所変わってないんかい。ありがとう。
あ、それこそさ、あれ、エナが福岡だけ HKT さんの曲やってさ、うん、2人関西 NMB さんの曲やってるから、もうあれじゃない？確かに。で、3人は SKE？ え、だっけ、6人で、みたいな。あー、なるほどね。いいやん。あれやりたい、最高かよ。これできるのいい。最高かよ、大好きなんだけど。大好き。同じ椅子に座ってショールームしてるよ。あ、ショールームしてた。5年後ここで今日何もかない何してるかな、どうなってるんだろう、全く想像できない。茶髪とかなってるのかな、染めてるのかな。私金髪ボブとかなったかもしれない。金髪ボブ何があるか分からない。またありがとう。ブログで女神って言ってました。ん？どういうこと？どういうこと？自由に柿レナちゃん？ブログで女神って言ってました。どういうことだろう？どういうことだろう？ありがとう、お手紙。見てみよう、明日で。5年後全員20超えてる。ね。ね。ほんとだ。5年後じゃあみんなでお酒飲みに行ける？あ、行けるじゃん。5年後何歳？27。27。もういる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 。5年後、え、そっか、あ、言ったあと5年でリーナも成人か。うん、行こうみんなで。なんか、あの子供やったのにリーナ成人とか泣いちゃうんだけど。またありがとう。リーナが成人したら泣いちゃうかも。ショートにして金髪だったら面白いぞ、私ね。え、でも意外と、ね、似合う。いける、金髪のショートだよ、うん、いけるいける。新公演の練習中。なるほどね、なるほどね。5年後ありがとう。ロスターじゃない、キラキラ。何してんだろうね、めっちゃ気になる。めっちゃ聞きたい、5年後の自分に何してんのって。うん、2028年9月20日で全員お酒飲めるようになるって。なんてなんて、2028年9月20日で全員お酒、2028年ね。なんかめっちゃ先に感じちゃうくない？ね、うん、楽しみ。それではそろそろ終わりますか、スクショ撮って。そうですね、もう23分、ね、え、5年後 SKE20 周年、めっちゃちょうどいい。おお、すごい。それの絶賛リハ中かもね。あ、そうかもね。このライブに向けてみたいな。確かに。じゃあ、順位スクショ撮りますね。私も撮っとこう。で、ここ。で、大丈夫？大丈夫。あ、変わった？変わったね。ちょっともう一回撮っとこう。チームリラックスのこと、大好きだ。ありがとうございます。わーい、おめでとう。すごい。嬉しい。よいしょ。オッケー。みんなも撮ってくれたかな？あ、コアラ、コアラって何だろう、コアラって何だろう。スクショタイムね。うん、立ち見です、よろしくお願いします。さっき出たの、じゃあお待ちしてます。うわ、順位変わっちゃった。さっきの順位でいきますね。お席出た？神、ありがとう。こんばんは。それでは終わりますか。ね、もう25分になったので、はい、トレード当たりますように、当たりますように。見に来てくれてありがとうございました。祈っときます。バイバーイ。祈ったスクショ。
ではありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとうございました。キラキラありがとう。バイバーイ。